さあ、今回ご紹介するのはコナミからリリースされた大人気シューティングゲームパロデュースだの携帯機移植版だよ。携帯機でも楽しめるのね。そうだよ、携帯機だけどグラフィックと音楽が素晴らしく、高い再現度と操作性を誇る名作なんだ。画面はスムーズに動くの？もっさり感はなくてキビキビ動くから、敵を倒す爽快感もバッチリ。何機体が使えるの？使用可能な機体は全部で4種類で、おなじみのビッグバイパーやツインビーも登場するよ。でも元太郎の武器は弱くなってるんだ。あ、それは完全にトラックだったんだ。ちょっと残念。ステージはどれくらいあるの？ステージは8ステージまで削減されてるけど、ゲームボーイ版オリジナルステージも用意されてるから損はしないよ。BGM はどう？このステージの BGM は本当にかっこいいんだよね。コミカルな雰囲気で。でも難易度はちょっと高めだから気をつけて。パワーアップはある？パワーカプセルで強化できるけど、ルーレットで台無しにされちゃうことも。あ、敵はどう？敵もキビキビ動くから結構難しいけど、今でも十分に楽しめる名作だよ。やってみたいな。ぜひプレイしてみてね。面白さがギュッと詰まってるよ。新 SD ガンダムガイデンナイトガンダム物語だよ。もともとはカードダスの企画で始まったストーリーなんだって。ゲームの進め方はどうなの？見下ろし型の視点で、1画面元にスクロールしながら敵を倒し、レベルを上げてダンジョンを攻略し、ボスを倒していくんだよ。ゲームのジャンルは？これはオーソドックスなアクション RPG なんだけど、グラフィックの出来が非常に良くて、主人公も敵も大きく綺麗なドットで描かれてるんだ。グラフィックの演出は？特定のボス戦時にはカットインが入るなど、演出面にもこだわりが見られるよ。難易度はどう？戦闘の難易度は比較的高めで、ゴリ押しではどうしようもなく、レベルを上げて敵の攻撃パターンを覚え、隙をついて攻撃する必要があるから歯ごたえがあるよ。アイテムはどうなってるの？アイテム代わりにカードダスを使うシステムが特徴的で面白いんだ。聖剣伝説やゼルダのようなアクションが好きな方にはぜひおすすめしたい作品だよ。面白そう。ぜひプレイしてみたいね。うん、絶対楽しめるから、ぜひプレイしてみてね。これはメタルギアシリーズの初携帯機作品で、ストーリーはとても重厚だよ。ストーリーの概要を教えて。ざっくり言うと、主人公の傭兵ソリッド、スネークが世界の平和を脅かすメタルギアを破壊するために敵地に潜入する話なんだ。どの時期の話なの？
時系列的にはメタルギアソリッドの後の話になるんだ。ゲームのプレイはどんな感じ？潜入、ガミソでアクションでありながら、敵に見つからないように進むのが非常に緊張感があって楽しいんだ。グラフィックはどう？本作は携帯機とは思えないほどのグラフィックを誇り、電波の乱れやバンダナの揺れなど、細かい部分もしっかり表現されているよ。操作性はどうなの？スタートボタンにもアクションが設定されてて、少ないボタンでもストレスなくプレイできるんだ。他にはどんなモードがあるの？ストーリーモードだけじゃなく、ステージセレクトも用意されていて、携帯機でサクッとプレイしたい人にも向いているよ。難易度はどう？難易度は比較的高めだけど、見かけたら手に取ってもいいくらい、間違いなく楽しめる名作だと思うよ。興味深いね。プレイしてみたくなったよ。このゲームは本当におすすめだから、ぜひプレイしてみてね。ドラキュラ伝説2について話そうね。前作の良い点を残しつつ、悪い点は改善されたアクションゲームだよ。主人公は誰なの？主人公は今回もクリストファーで、前作で倒したはずのドラキュラが生きていて、復活と復讐を果たすために主人公に立ちはだかるんだ。ステージはどう進むの？4ステージを任意で選び攻略し、最後にドラキュラ城を攻略するロックマン形式に変わっているよ。グラフィックと音楽は？ゲームボーイの限界に迫る良質なグラフィックと BGM が特徴だよ。ステージやボスはどう？豊富なステージギミックとボスの迫力はそのままに、操作性が改善されたり即死トラップが減ったりしているよ。コンティニューはできるの？パスワードコンティニューができるようになって、かなりバランスが調整されているんだ。難易度はどう？それでも十分難しいけど、メイン武器の鞭以外にもサブウェポンのクロスト聖水が追加されて戦略性も増しているよ。おすすめなの？間違いなく良作で、アクション好きな方はぜひプレイしてみてほしいね。興味が湧いたよ。プレイしてみたい。ぜひぜひ楽しんでプレイしてみてね。このゲームは失望させないよ。SD ガンダム、SD 戦国伝、国取物語について語ろうね。これはブモのガンダムをモチーフにしたシミュレーション兼アクションゲームだよ。シナリオはどうなってるの？プレイヤーは5つ用意されたシナリオの中で、ガンダム軍とザクト軍のどちらかを選ぶんだ。相手対象を倒せば、そのシナリオはクリアだよ。戦闘はどう進むの？進軍はマス目上のマップにユニットを配置、移動していくんだけど、交戦時には自分でそのユニットを操作して相手に攻撃するよ。ユニットの差はあるの？もちろんユニットの差はあるけど、弱いキャラでも、ある程度相手の体力を削ることはプレイヤーの腕次第なんだ。何か特別な要素はあるの？マップには中立軍もいて、カリスマの高いキャラで引き抜きも可能だよ。相手も引き抜きをやってくるから、よく裏切られることもあるんだよね。笑い。ゲームの評価はどう？シミュレーションとアクションがうまく融合されてて、何度も遊べる良作だよ。アクションはスピード感もあり、ごちゃごちゃ感も楽しいんだ。難易度はどう？難易度の設定もできて、ゲームバランスも良いから、プレイしたことのない人にはぜひプレイしてほしいね。面白そうだね。ぜひプレイしてみたいよ。
と楽しめるから、ぜひプレイしてみてね。これはファミコンで発売された初代スパロボシリーズのリメイク作品だよ。ゲームの内容はどんな感じ？ガンダムやマジンガーなどのロボットが夢の共演をし、地球圏の平和を守るため悪の組織と戦うロボット戦略シミュレーションゲームなんだ。ゲームの進行は？自分のロボットを改造したり、パイロットのレベルを上げながら進んでいくよ。第4次まで続くシリーズのため、設定や登場順の矛盾はあるけど、ゲームバランスも含めてよくまとまっている良作なんだ。戦闘デモはあるの？うん。ゲームボーイながら戦闘デモも入っていて、ロードも短いからサクサクと進められるんだよ。ダメージの調整はどうなってる？ダメージ調整が上手で、特に序盤はスーパー系が雑魚を一撃で、リアル系は雑魚を2撃で倒せるバランス感があるんだ。ただ、終盤の敵には一撃で沈められることもあるんだ。笑い。難易度はどう？スカロボシリーズは難易度が大きく異なるけど、本作は比較的簡単でバランスも良いから、初心者に特におすすめだよ。スカロボシリーズを始めるきっかけになりそうだね。これを機にスカロボシリーズをやってみるのはいかが？面白いよ。バイオニックコマンドについて話そうね。これはアーケード作品のファミコンリメイクのさらなるリメイク作品だよ。リメイクのリメイクなんて珍しいね。内容はどう変わってるの？そうなんだ。変更点が非常に多く、もはや別物と考えていいくらいだよ。悪の組織ドライゼブンがアルバトロス計画で全世界に攻撃を開始し、その全貌を突き止めて阻止するためにプレイヤーは潜入するんだ。アクションはどんな感じ？このゲームの特徴はワイヤーアクションがメインになっていて、実はジャンプができないんだよ。でも、つまらないと思うかもしれないけど、このワイヤーアクションが操作性も良くて、爽快感があってとても楽しいんだ。アイテム集めもあるの？敵を倒して出てくるアイテムを集めるとライフが増える仕組みになっていて、ただ敵を排除するだけでなく、成長要素もあって面白いんだよ。難易度は高いの？そう、難易度は高めで、ワイヤーアクションを使いこなせないと先に進めないんだ。でも、徐々にプレイヤーの腕が上がり、クリアすることに達成感もあるよ。ストーリーや音楽はどう？ストーリーはしっかり練られており、音楽もかっこいいんだ。これは間違いなく良作で、ぜひプレイしてほしいゲームだよ。ワイヤーアクション楽しそうだね。ぜひ挑戦してみたい。Thank you.
忘れに